アリン、あなたのマリアよ。スペルは MARIA。さて、それではですね、本日2021年12月の16日ですね、オニオンゲームズさんよりブラックバードが、これなんて言ったらいいんだろう、もともとスチームで発売してたものがプレステ4での発売となりましたね、オニオンゲームズさん。はい、もう私ここの作品大好きで、勇者山田くんアプリゲームの時にですね、今山田くんはあれか、なんだ、スイッチか、スイッチでありますけどね、アプリの時に一番課金したゲームじゃないでしょうかね、勇者山田くん。はい、そこのオニオンゲームズさんのブラックバード、このめっちゃおしゃれなね、このキャラクターも可愛いし、曲ね、曲もあのおすすめなんですよ。 CD もね、あのあったよね、この曲がすごく素敵でおりますけれども、やっていきたいと思います。ブラックバード、さあ来たぞ、このピヨピヨ、謎のピヨピヨをですね、私がこう青、ちょっとあの女の子が生き倒れてツンツンされて、なんか卵から生まれたぞというところからスタートだけれども、この曲がねまためちゃおしゃれじゃないですか、このシューティング。ちょっと、あお、ちょっと待って、これこれね、よ、あばばばばば。ちなみにこの、プレステだとですね、この丸ボタンを、うわー、あばば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 、連打しなくてもこう長押ししてるだけでね、弾がビャ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 っと出るので、あの女性でもねできるよ、あのレンダーたくさんしないとダメとか。そう、よし、レベルアップした。ちょちょちょいちょちょちょ、全然ね、あの、まあ、これあの行ったり来たりできるわけですよ、こうやってこうね、こうやって、おらーもう、ああ危ない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 。シューティングゲームって、わお、あばばばば、危ない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 。一番ハマったシューティングゲームってね、なんだろう、やりました、シューティングゲーム一番やったのって、集中してやったのってツインビーかもしれないな。ちょっとこいったー。あ、ごえもんさん、こんばんは。レトロゲームですか。あのね、ね、あのすごめんね、これやりながらだとこの曲に合わせて出てくる演出とかね、おしゃれな、ほんとおしゃれな。これはね、あの、もともと、あれ、いつだったかな？ちょっとごめんね、これ今やりながらなので、ですけど、スチームでね、あの、出てたゲームなんだけども、それがこの度ですね、本日、12月16日付で、プレイステーション、うわお、4でもできるように、
同時にですねムーンも伝説の RPG のムーンもこの同じねオニオンゲームさん、オニオンゲームさんから出まして、全然進まないんだけど、ちょっとこれはなんか今ねちょっとね探り探りですね。スチームの時にねちょっとだけ私やったんだけど、どーつそんな弾幕がぐわーっと張るような感じではないんだけども、さあどうしていけばいいんだ。とにかくあれだね、このうわおあームーン本当唯一クリアできなかったムーン、そう今ねこのうわーなんだなんだなんだなに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 ボス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 じゃない、ボス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 いて、そりゃそうか、いやアイテムかなーって思ったらアイテムじゃなかったみたい、ちょっとついてこないで、うわーめちゃくちゃついてくるよ、どうしたらいいのこれ、あーなに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 、どうしたらいいのこれ、どこ狙えばいいのこれ、どこ狙ったらいいのこれ、あーそうそうそう、あのね今ですねセールやっておりますので、あこれさ救世主っていうか吸い込んでくれるんだ、これ敵を吸い込んでくれるぞ、これ敵を吸い込んでくれるぞこいつ、うわこの切ない、あ樹脂松さんいらっしゃい、そうなんですよこれ今ねこれどうしたらいいのこれ、おい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 、そのコンティニューの回数が決まってるのもいいよね、これなんかブーストで逃げるとかないのかな、どうしたらいいの、へいへい、ババ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 バ、おい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 、こいつめちゃめちゃついてくるぞ、めちゃめちゃついてくるぞ、どうすればいいんだ、ちょっとやめて、あお、でもなんかめちゃめちゃ本当のあれ合体してる感じ、でもこいつなんか敵を吸い込んでくぞ、これどうしたらいいんだ、すげえくっついてくるぞ、これ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 多分ね味方なんだと思うんだけど、なんかすごいところ、そっかああやって当てて、あえあれ足止めしない、足止めにならないぞ、とあ、そっか、あえ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 、おいどうすりゃいいんだ、知らないうちにレベルアップしてるけどどうすりゃいいんだ、ダッシュもないぞ、逃げろ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 、ボムボムボム使ってもダメ、なんだよなんだよなんだよ、どうしたらいいのこれおいこれしつこいどこの騒ぎじゃないぜ、無理くりいくか、わなんか宝石も吸い込んでるんだけど、あの子何あの目あの目目やめてくれ、目なんかちっちゃくなってる、どうすりゃいいんだ、あこの砦を壊していけばいいんだ、砦をさ、分かったぞ、下に
下になんかダイヤ柄があるじゃない。このダイヤ柄の、しかしこのちょっと BGM が美しいですね。うわーい、これを壊せば、こいつをだな、こいつをあ、そういうことだ、そういうこ、警報が鳴ってる。どなたかいらっしゃる。おっと、上に行った、上に行った。どこに当てりゃいいんだこれ。わお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 、あ、これ避けるしかないですね、この風船は。この風船は避けるしかない。なんか連打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 。ウォーツ、どこ狙えばいいの、どこ狙えばいいのこれ。もう近寄ってやるか。あ、これ顔に当たっても大丈夫だ、顔に当たっても大丈夫ですね。よし、ねじ込んだねじ込んだ、オッケー。はー、え、誰あ、こいつもやらないといけないんだ。うわ、これね、ちなみに後ろに打てないので、うわ、どう、やった、めちゃめちゃ点数もらった、なんだかわかんないけど、いただきます。これはね、面白い。おっ、見て、なんか弾がパワーアップした。クリアした。さて、彼女に何があったのでしょうか。おっと、なんか急に強制スクロール始まった。強制スクロール、うわ、買った、うさい。シューティングって皆さん何やりました。私グラディウスとあれだな、ツインビーだな、ソルジャーも、ま、やったかな。頭脳戦艦ガルとかね。よいしょ、こんなおしゃれなシューティングゲームって初めてなんだけど。あとね、なんだっけ、あの 虫姫様とか、あ、ゼビウスとサラマンダーね。あ、ゼビウスもやった、ゼビウスね。あ、スターウォーズ、スターウォーズ難しくない。え、ちなみにあの今回この、おお、オニオンゲームスさんからなんですけれども、こっちですね、あのラジオ番組など、あのグッズも出してるんですけどね、あのラジオのロゴというか、ドット絵のあのかわいいね、シュガーハウスといううちの番組の私とダーリンをドット絵で描いていただいたのは、実はこちらのオニオンゲームさんに作っていただきました。超かわいい。よいしょ、ああ当たっちゃった。ちょっとこれね、一瞬コメント欄見るとね、ちょっと当たったりするかもしれない。ちょっとコメントすっ飛ばしちゃったらごめんね。なんか弾がパワーアップしてるよね。そっか、まあまあ、あの長押ししてて、まあ弱くなっちゃった、長押ししてても弾は出るんですけど、まあまあ連打にもね対応してるので、ダカダカダカッと押すと、その通り。よいしょ、
のギャラクシャンなんかは遅かったよね。玉の。ありがとう、タンブラーね。ありがとうございます。そうそう、タンブラーも出してて。その、なんだ、おい。またなんか、おい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 、次元、わーお誰か来た。このもうね、キャラクターも可愛いよね。どこ狙えばいいんだこれ。危ねえ。口の中だ、口の中だ、口の中。口開けないとダメなんだ。危ねえ。よし、口開いた、今だ。張り込み、張り込み、張り込み、危ない、てー。そう、ああ、送りますやきさん、いらっしゃい、こんばんは。よし、わあ、弱くなってるよ。あ、口開け、口、それじゃないよ、口開けってそれじゃないよ。いやもうこれ押し込むしかやり、急に壊れた、急に壊れた、いて、わ、結構狙ってくるこいつ。ひゅー、ああ終わった。あ、ジムさんこんばんは。そうですね、これシューティングゲームですね。なかなかシューティングゲームをやる機会がなく、これでもたまにやると面白いよ、シューティングゲーム。しかもね、おしゃれなので。確かね、こちらの CD も販売してないかな、サウンドトラックね。そう、あの音楽素敵でしょ。わお、来た来た。ちょっと何が起こってるの？この、ね、もちろんですね、まあ音楽もさることながら、この街の風景も可愛いでしょ？色もおしゃれだよね。ね、なんか看板を壊していくと、な、よし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 、危ない。私こちらのね、サウンドトラックもね、おすすめなんですが、今販売してるのかな。皆さん結構ゲームのサントラ CD って買ったりします？私ね、オーケストラバージョンがあると買ってたかな。あのオニオンゲームさんのでね、あのミリオンオニオンホテルっていうパズルゲームもあって、パズルゲームっていうのかな、そのミリオンオニオンゲームのサントラも私ね持ってますね。とにかくここのオニオンゲームさんのすごく好きで、そう、今日発売なんだよ、今日発売なの。よっしゃ。そしてあのもう生類にな、あー、出た出た出た、アスパラさんだ、アスパラさん、今のがアスパラさんですね。アスパラさん、シュガーハウスのそのロゴね、やっていただいた時にあのアスパラさんも入れていただきました。よっしゃ、よし、アスパラさんもね入れていただきましたね。今上にボーンって飛んでったのがアスパラさんですから、飛んでったアスパラがアスパラさんです。何を言ってんの。うわー、あ、あー、そっか、これも玉なんだ、これも、そうか、よしよしよし、そうなんですよ、この世界観が。お、あの汽車やばい、待て、あいつ怖そう、汽車、危ない。結構いろんなものを壊すとね、点数になるので、いろんな、これ壊せなさそうっていう、来た、
さあ次はなんだ、うん、え、どこ狙えばいいの、うん、うん、うわそういうやつ、そういうやつ、これを壊していくんだ、分かったぞ、この電球を、電球を潰していけばいいのね、電球を、あーおー、慌てないで一個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 潰していこう、潰一個、バーっと一個潰し損ねた、これは厳しい、うーん、よしよしよし、あーこれちょっと素直に回っといた方がいいのかな、でも回っちゃうとね後ろに打てないんだよねこの子ね、よし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 、あと1個か、無理やりいけどうだ、滑り込みセーフか、オッケー、やばい、こういう雰囲気大好き、本当大泉さん趣味が一緒ね、ただいまですね、本日そう12月16日に、ちょっと喋ってる場合じゃなかった、今日発売だよ、まだだったのか、しかもコンティニューが終わったんじゃないのかよ、やば、早くなってる、これはまずい、どうしよう、ほっ、これ素直に一緒に回るしかないよね、ほっ、おお、つつ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 、ああ、まだ来るか、まだ来るか、まだ、おい、数が増えてる、早い、おい、何それ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 、出しすぎだよ、それ、無理くり、無理くり、よっ、ああ、これ素直に回るか。あ、後ろも打てんじゃん、後ろも打てんじゃん、バカ、これはわー、あっち行っちゃった、これ待ってるしかないわね、消えろ消えろ、よし消えろ、あー待って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 、もういいでしょもういいでしょ、まだあんの、なんなのよそのネズミちゃんね、もう、あ、赤いのに当たらなければ大丈夫なじゃない？これ、うわあ！ゼロ距離、ゼロ距離、ゼロ距離、押し込めー！嘘でしょ？嘘だー。ちょっと悔しい、落ち着いてやれば、ちょっと、あ、なんかいろんなアンロックされましたね、お、何何何、あ、プラクティスモード、ランキングモードとかあるけど、ちょっとここは後々のお楽しみしようかな、こうもう一回やってみようか、これもう一回やってみようか、これちょっと落ち着いたらさ、いけそうじゃない、そう、あの今日発売ですからね、もうこの子が、この子がどうしちゃったの、どうしちゃったの、ツンツンじゃないよ、かわいそうに、さあ行くぜ、大復活、さ
そう、もうね、もう大丈夫、結構やったから。よし、もうガンガン行こう、ガン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 行くぞ、ガンガン。ちょっと久々にシューティングゲームやるのもなかなか楽しいですよね。やっぱあの音楽が心地いいので。よっ、このね、弾を撃ってる感覚っていうのも面白くて、これまあ見ての通りまっすぐ飛ばないんだけど、こう撃ってる感覚とちょっとこうふわふわふわっとして、おーおーおお、わわわわ、この ポコポコ感も面白いね。このシュートしてるポコポコ感。あ、そう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 、前のねラジオの時の、前番組のラジオの CM で流させていただいてましたね、オニオンゲームさんの。オニオンゲームスの木村さんがいつもお昼にランチを食べながら語る配信もやっておりまして、なかなか私癒されるから、あの割と結構な確率で見に遊びに行ってるんですけど、オニオンゲームスさんのね YouTube チャンネルもあって、え、シューティング下手くそ。私もね、あの、まあ、見ての通り上手ではないんですけど、上手じゃなくてもすごい楽しめるよ。キャラクターも可愛いし、あの、グッズが欲しくなっちゃうよね。よし、もうお前わかってるんだ。鼻だろ、鼻。うん。ね、ほんとね、あの、グッズ欲しくなるんだよね。オニオンゲームさんのって。キャラクター可愛いし。押し込めよし、押し込んだ。オッケー。そうそう、今ならね PS プラスで入ってるとね1386円。そう、あとねムーンも同時に発売した、今日発売したムーンもですね、あのちょっとお安くなっております。お、はっ、かわいいよねこの子。よし、もう積極的にいくぞ。いた積極的に弾に当たりにいくぞになっちゃったけど、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ打って、そう今ね本当お買い得なので、なんか冬にさ温まりながらこうシューティングゲームで汗をかくみたいな、またね普段やってるゲームと違ってこうぐっと集中する、まあ、お菓子食べながらやったら死ぬからねそれもまた面白いんだけど、で逆走もできるっていうね、面白くない？あの行ったり来たりね自分でできるんですよ。当たっちゃった。待ってー。まあでもね私でもまあそこそこできるので、女性がねできるシューティングゲームってなかなかなさそうな感じもするけど、キャラクターと音楽可愛いとちょっと頑張れたりしません？
もう大好き、もうあのオニオンゲームさんの勇者山田くんは一番課金したアプリ時代、アプリゲームね、今あのスイッチでありますけど、めちゃめちゃやりましたね勇者山田くん。あの一筆書きの、オニオンゲームさんの私全部好きで、音楽もキャラクターもなんかアイデアもすごく好きで、あ、ウォレット残ってた、買いました本当。あ、今アスパラさん行ったね。なんか攻略、おっしゃ、アスパラさん、アスパラさん、アスパラさん、ここにいたアスパラさん、アスパラさん、ほらほら見て見て、このアスパラさん、あのね、うちのアイコンにもいるから、アスパラさん見た見た見た、アスパラさん、このオニオンゲームさんの手アスパラさんがいますね絶対ね。この可愛くないですかアスパラさん、このミリオンオニオンホテルもアスパラさんがガンガン発射されるっていうね、ドドドドドド、もうアスパラさん入ってないのかな、これ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 、押し込め、よしよし、押し込んだ、出たよ。こいつは口を開けた時にやるんだったな、ほらほらほら開けろ、ほら出待ち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 、危ない危ない危ない、口が開いてる口が開いてる口、強引に強引に行きましょう、強引に、あ、弾も粉砕できるのねこれ、あお押し込め押し込め、後ろから当たってんなこれ、わお、いた、うお、あと1あと1あと1、よし、勝ちたい、ここで死にたくない、よしよし、お、なんか成長してない、体力が持つ限りといったところでしょうか、うん、よし、なんだろうこの達成感、こういう達成感久々、ちょっとねえねえ、バチ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 、ね、お話気になりますよね。結構上目で飛んでんだなこれ。いやでもここのボスが強かった。どうしようかな。なんか落ち着いていくしか打開策がなさそうな感じもするんですけど。どう？どこを壊したらいいかな。あ、アスパラさんだ、アスパラさん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 、よっしゃー、ね、アスパラさん打ち上げするとちょっと気持ちいいよ、うん、アスパラさんのねグッズもね売ってますね、アスパラさんだけではないけど、私あのドミノだったかな、あれこれパワー回復しないのかな、ボム、ボム、あれボム、あ、分かった、こうやって打てばいいんだ、こうやって振り返りながら、よし、ね、音楽ハロウィンの時に聴きたい、めっちゃ、ほう、あぶりゃ、うさい、アスパラさん、誰か寝てるぜ屋根の上で、アスパラさん、あ、ボスね、制限時間、うわお、はっ、5回だぜ、あえあえだよもう、
ちょっとボスはやっつけたいな、さすがに。さてアスパラさんは、アスパラさん出た出た出た、この電車な、こいつこいつこいつ、ちょちょちょ待てー、あアスパラさんって言った、どっか、いいですねアスパラさん、来た来た来た、おおアスパラさん、お、また来やがった。ああこれもね、よし仮装大賞 OK。 またあれかな、お前火炎瓶投げるな、アスパラさん、ああそこか、よしよっしゃ来たか、よし落ち着いていこう、光ってるところを倒せばいいのね、よし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 、電球をね、よし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 、結構まとめてまとめて、もうな、上の方をキープしてると、あとちょっとだあとちょっとだ、これねまだね1回で終わりじゃないから、気を緩まないように、よし次次くるくる、どんどん作る、おくそ早い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 、あなんか3個壊せた、おっきょ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 、今3個壊せたの大きいな、さあ次だ次だ、結構優秀じゃない、さっきので学習してる学習、消えろ、上をキープして上をキープして、いけるもう一個もう一個、よしよし、あと一個だあと一個だ、あーそんな甘くないのかしら、早く消えろ、そしてここで振り返って撃つ、よし、ちょっと待って、ああ終わりじゃなかった、これどうしたらいいのこれ、どこ打ちゃいいんだ、分かってない、これでもダメージ入ってんな、あーしゃー押し出したー、よしやった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 、あちょっと待ってちょっと待って、フリーズしないで、よし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 、やったやったわやった、もう手に汗びっしょり、久々だねゲームしてて、気になります。気になります。話の展開気になります。演出もさすが上手。気になるわ。ああ。しょ。なんだなんだ。ああ、これね。さていろんなのが出てくるのだが、なんかおじちゃんたちがいっぱい怒ってんな、これこれね、よく見ると怖いストーリーが隠されてるかもしれない
おい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 。なんかちょっとあれ、そういうんじゃなかったじゃん、そういうんじゃなかったじゃん。なんか急に難しくなってないかこれ。ボムボムボム、どうやって撃つんだっけ。ボムめちゃめちゃ、左上にボムが溜まってるんだけども、使い方がどれで、お、何今の、なんだ、なんかちょっと大きくなってない。よし、怖そう。この顔たち放っておくか。これが危ないのか。危ない、いった。おい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 、なんか弾数が増えてきてないか急に。ちょっと宝石拾ってかないと。おい、パワーアップをくれー。本当だね、マンボウみたい。もうこれ私の得意なパワープレイをしていくしかないのか。よし、時計壊したぞ。アスパラさんいないのかな、ここ。うわ、危ねえ。あー、もうメイブが真っ赤だ。うわーお、あと1、あと1だよ。なんだ、あ、え、あ、え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 、あ、てるてる坊さんいらっしゃ、危な、急に、あ、なんかそういうんじゃなかったじゃん。あ、まだ出るんだ、あのあれが、ダイヤが出るんだ。ねえ、ボムって何、どうすんの、ボムって。あ、これをやるとこの周りに飛んでる星をやっつけるとワープするの。あなた使徒みたいだな。ひたすらボタンを連打しております。なんか割れた、なんだ、おい、何それ、何、壮大だ、一気に壮大だ。危ない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 、どうしようかな。もうこのあえあえ切ない。お、なんだ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 今の。もうこれ安全地帯がわからないな、これまずい。おいおい、これホーミングだよこれ。私はここで死ぬかもしれない。ホーミングどうやって巻けばいいのこれ。やった、何と戦ってるんだからわからない。それおい、これはどうすれば。これどうすればいいんだ。
なんか発射してきそう。あ、この羽に当たったらダメっぽいな。うわー、そんな感じ。ちょっと待ってくれよ。もう大丈夫そうな時にひたすら押し込むしかない。もうダメだ、この戦い方しか残されていない。そして残り一機。ねえ、ボブってどうやって使うの？やったか。もう私のライフは残りゼロよ。本当に本当にもうコンティニューできないからね。はあ、うおー、とりあえずね押し込みましたけれども、まあ、こちらですね、あの点数によってね変わるよね確か。これは今良かった方なのかどうでしょうかね。いや面白い、あのまだまだね、まだまだあのやれることはねあります。うん、まだまだねあるのよ。1周目クリアといったところでしょうかね。いやー、これ痩せるわ、これ痩せますね。これ見てみて、あ、ほら、あ、まだできる。見ま、あれ、わお、まだあのエンディングのとこでも動かせた。動かせましたね。あ、まだねこれいろいろできるんだと思う。うん、はい、ひとまずクリアしましたね。一旦ね。なんだって、トゥルーモード。シークレットキャラクターも見つけたと。ほらほら、来た来た、これで終わらないのよ。はい、ということでですね、まあ1周目ね、1周目をクリアになりましたが、うん、ブラックバード、オニオンゲームさんのブラックバード可愛いでしょう。曲もねすごく素敵だし、もういろんなね、あの隠し要素などもあったりするので、本日発売ですからね、12月16日発売したばっかりなので、よかったらですね皆様もプレイしてみて、こんなのあったよとかね、なんかいろいろ教えてくれたら嬉しいなと思います。オニオンゲームさん本当ね、ありがとうございます。これもすごい面白い、私もこれちょっとちょいちょいやってしまうね。今ね汗かいてますね、集中した、面白かった。はい、ちょっとねランキングモードとかいろいろこれもうすごい見たいんだけど、見たいんだけど、これねまた、うん、ほんと皆さんもねちょっとこれねプレイしてほしいな。どうどうって、うん、弾打つ感じもねピョコピョコっていうので面白いしね。でも最後の
最後の球すごかったね。結局どれが正しいのかわからないで力で押し込んでしまったんですけども、はいね、ハイスコア皆さん何点いきましたか。これ私の点数が今ね高いのかどうかもねまだわからないんだ、うん。それではね、本日ね、お送りさせていただいたのはオニオンゲームさんのブラックバードでした。それではお相手は私マリアでした。スペルは MARIA。 それじゃまたね。